桶田大輔は、日本の弁護士。シティライズ事務所パートナー。アニメホームなどを専門とし、アニメ未来代表理事、IG ポート監査役、武士ロード取締役、日本アニメーター、演出協会幹事等を務める。東京都生まれ、麻布高等学校を経て、2002年、一橋大学法学部卒業。吉田久さとは、高校の同級生で、 アニメのビデオの貸し借りをする中だった。2005年大阪弁護士会弁護士登録、北浜法律事務所入所。2008年プロボノで、日本アニメーター、演出協会に参画資管事に就任。2010年ロンドン大学、クイーンメアリー広報科大学院修士課程修了、法学修士。同年文化庁、若手アニメーター育成プロジェクトプロジェクトマネージャー、文化庁。 メディア芸術情報拠点、コンソーシアム構築事業コーディネーター。2014年 IG ポート監査役。2015年国立新美術監査ニよ。2016年牛、鳴坂法律事務所パートナー。2018年武士ロード取締役。2019年、シティナイツ法律事務所パートナー。専門はアニメに関する、法務等で。 漫画アニメ海賊版対策協議会事務局長、漫画アニメゲームに関する議員連盟アドバイザー、アニメ未来代表理事なども務めた。2019年には京都アニメーション代理人として京都アニメーション放火殺人事件への対応に当たった。ありがとうございます。